お願いをしたいと思います。ちょっと前の方に、はい、出ていただきまして、まずは、ご自身の自己紹介をお願いいたします。ロー4ハーフのホームランガールの久野美咲です。同じく広島東洋カープホームランガールの土橋愛美です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、まず広島東洋カープホームランガールのお二人にご登場いただいたんですけれども、ホーム球場のご自慢を何か教えていただければと思います。皆さんも知ってる方多いかもしれませんが、マツダスタジアムは様々な席がありまして、その中でも行ってみたいなと思うところはネソベリアという赤いソファクッションがあるところで、足を伸ばしてゆったりと見ることができる席があることです。ありがとうございます。そして今日もね、もうカープのユニフォーム、そして帽子をかぶってきてくださってるお客様もいらっしゃいますけれども、昨日から引き続いてのこうしたオールスターの出演はいかがですか？他のチアの方や、他球団のマスコットの方と、一緒に楽しむことができて、すごい幸せです。はい、ありがとうございます。皆さん、この後のスタジアムでの登場でも大きなご声援をよろしくお願いいたします。まずはホームランガールのお二人でした。続いて読売ジャイアンツビーナスのお二人にお話を伺いたいと思います。はい、まずは自己紹介からお願いいたします。はい、改めまして、皆さんこんにちは。はい、ありがとうございます。私たちは読売巨人軍公式マスコットガールビーナスです。私は、ダンス大好きビーナスのパッションダンサーことさやかです。よろしくお願いします。はい、私はビーナスアクロバット担当の綿貫美月です。普段は東京ドームでラッキーセブンにちなんで7回連続バク転などを披露しています。今日もここ千葉でアクロバット披露しますので、ぜひご注目ください。はい、ありがとうございます。それではせっかくですので、そんな東京ドームのここが自慢だというところを教えてくれますか？はい、私たちジャイアンツの本拠地東京ドームの周りには、東京ドームシティアトラクションズという遊園地があります。ジェットコースターや大観覧車などがありまして、小さなお子様から大人の方まで一日楽しめるような、楽しいアトラクションパークとなっています。ぜひ東京ドームに来た際には遊びに行ってみてください。はい、まずもう一個いいですか？いいですよ、どうぞどうぞ。はい、また、東京ドームに入った際にはですね、ジャイアンツ戦ならではのグルメもたくさんご用意しています。毎年恒例の選手弁当はもちろんなんですけれども、今年はビーナスがプロデュースしたデザートも発売されています。ネーミングから内容までビーナスがこだわって作ったデザートになっておりますので、こちら3種類発売されています。東京ドームに来た際にはぜひ食べてみてください。東京ドームでお待ちしています。はい、ありがとうございます。ちなみに東京ドームに行ったことがあるよという方、どれくらいいらっしゃいますか？いっぱいいますね。ありがとうございます。さあ、これだけ多くの方が東京ドームに、ね、もう来場ということも、まだまだ来てない方もいっぱいいらっしゃると思いますので、この後の出演に向けて一言いただけますでしょうか？はい、はい、今日もですね、こんなに試合前からたくさんの方にお集まりいただいて、もうモチベーションはもう上がりまくってますので、ぜひ皆さんで一緒に楽しんで、一緒の思い出になるような一日にしたいと思いますので、一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。読売ジャイアンツからはビーナスのお二人でした。さあ、続いてまいりましょう。続いては横浜 DeNA ベイスターズリアーナのお二人です。はい、皆さんこんにちは。はい、横浜 DeNA ベイスターズサポーティングガールズミットリアーナのあゆみです。よろしくお願いします。イエーイ、リアーナです。皆さんよろしくお願いします。はい、では早速なんですけれども、はい、横浜スタジアムの魅力、ここが自慢というところを教えてください。横浜スタジアムの魅力は本当にいっぱいあって、もう一言では表せないんですけども、シーンといえば、空間設定がとてもこだわっていて、エンターテインメント性にもとてもこだわりがある球場だと思います。きっと横浜スタジアムに遊びに来れば、一足足を踏み入れると、もう非日常空間を味わうことができる球場なんではないかと思います。ぜひいらしてください。はい、私の個人的なおすすめなところは、勝利した際にビクトリーセレブレーションと
ていう花火が球場の中で上がるんですけど、それがすごく綺麗なので、ぜひ皆さん横浜スタジアムに来てそれを見て帰ってください。はい、ありがとうございます。先ほどからねタオルを上げてくださっているお客様もいらっしゃいますけれども、どうですかその姿を見て。あ、すごい嬉しいです。ありがとうございます。さあ今日この後のオールスターゲームは横浜の選手も数多く出場されると思います。この後のオールスターゲームに向けての意気込みを一言教えてください。はい、昨日は12球団のチアの皆さんと一緒に同じ球場で同じグラウンドで踊れたことをすごく感動しました。今日も皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。ファンの方々も皆さんで楽しんでてください。はい、ありがとうございました。横浜 DeNA ベイスターズディアーナのお二人でした。ありがとうございました。それでは続いてまいります。阪神タイガースからはタイガース R のお二人です。自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。阪神タイガースタイガースガールズ桃から生まれたチャーミングスマイルキャプテンの桃子です。皆さん今日はよろしくお願いします。皆さんこんにちは。それ阪神タイガースタイガースガールズの、バイスキャプテン、球場に舞うプリティエンジェルマイです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では早速なんですけれども、球場の魅力を教えてください。はい、野球の聖地といえばやはり甲子園球場だと思います。野球好きの皆さんは一度は行ったことあると思います。または一度は行ってみたいっていう球場なんではないかなと思います。グルメもたくさんあるんですが、甲子園三大グルメというのがありまして、甲子園カレー、甲子園ジャンボ焼き鳥、そして、甲子園焼きそば、すごいとても美味しくてすごい人気です。ちょっと私からももう一つよろしいですか。阪神タイガースたくさんのグッズがあるんですけれども、実は私たちタイガースガールズとコラボしているグッズもありまして、皆さん野球観戦にはメガホン欠かせないですよね。そのメガホン、私たちのコラボメガホンが実は発売されています。ぜひ甲子園球場に来た際には甲子園グルメと一緒にタイガースガールズメガホンを持って皆さん野球観戦楽しんでください。はい、ありがとうございます。甲子園も浜風で有名ですが、はい、この外回りもかなり風強いですよね。そうですよね。もう大丈夫です。はい、もうこちら球場に着いた時からすごく甲子園と同じような風を感じました。車の、はい、ぜひ外回りでのパフォーマンスも皆さん期待していると思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。阪神大学からはタイガースアーツのお二人ご登場いただきました。続いて東京ヤクルトスワローズからファッションのお二人です。お願いします。なんか直近しますよ。ありがとうございます。皆さんこんにちは。東京ヤクルトスワローズオフィシャルダンスチームファッションです。私背番号1番のリーダーサユです。よろしくお願いします。そして背番号15番のアミです。お願いします。はい、よろしくお願いします。では早速ここに来ているお客様に神宮球場のここが自慢だというところを教えてください。はい、神宮球場ではですね、夏といえばやっぱり皆さん花火じゃないですか。ねえ、花火上がるんですよ。なんと花火は次の神宮球場の試合から8月終わりの試合までなんと毎試合300発打ち上げます。はい、そしてさらに生ビール半額ナイターも開催します。今月1試合、来月2試合、9月にも1試合開催します。皆さんぜひ神宮球場いらしてください。このゾゾマリン管理マンバーからかなり、ね、近いところに、はいはい、神宮球場あります。昨日こちらのステージやった時につまみちゃんがまた非常にアピールをマークに対して出たんですけど、お聞きしました。その辺は初感的にどんなお考えで。そうですね、最近あんまりマーク言ってなかったので、今回も大丈夫だろうなって思ってたんですけど、思ってたところ何枚もあるポイントが届いたということで、スケッチブック1枚のポイント時が届いておりますので、すいません、この後は多分コナツがいいように料理すると思います。コナツお姉さんよろしくお願いいたします。せっかくの皆さんスタッフちゃんにお伝えください。最後にある一言、はい、アピールの方お願いいたします。はい、この夢の祭典に参加できることを誇りに思って、スワローズそして野球界をさらに盛り上げていきます。皆さん今日一日楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。東京ヤクルトスワローズファッションのお二人でした。そしてセリーグチーム最後となります、中日ドラゴンズからはチアドラゴンズお願いします。はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。中日ドラゴンズオフィシャルパフォーマンスチームチアドラゴンズ2017です。私チアドラゴンズ2017リーダー4年目の新井夏里です。よろしくお願いします。まあ、言われてみれば、はい、1年目の三浦志摩です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ではまず名古屋ドームの魅力を教えてください。はい、私たちの名古屋ドームではですね、定期的にシリーズでのイベントが開催されています。そして7月の28日から3日間はですね、夏の龍神祭というシリーズイベントが開催される予定です。こちらは私たちチアドラゴンズも浴衣を着てパフォーマンスをさせていただきます。そして試合後にはですね、グラウンドに夏祭りでおなじみの矢倉を立ててボンダンスを踊っちゃおうというイベントが企画されています。名付けてボンダンスパーティー、こちら名古屋ドームで開催される予定ですので、皆様ぜひ名古屋ドームに遊びに来てください。はい、ありがとうございます。昨日はこのオールスターゲームホストチームということで、はい、また大変だったんじゃないですか。そうですね、昨日はチアドラゴンズメンバー全員で参加させていただいたんですが、今日は代表して2名でやってきたので、精一杯ドドマリンスタジアムを盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん今日の熱い応援をよろしくお願いをいたします。ということで、中日ドラゴンズチアドラゴンズのお二人にもご登場いただきました。ありがとうございました。さあ、ということでマイクの方をお伝えいたします。各6球団のチアホームランがあるからお話を伺いました。ではセリーグチーム最後のパフォーマーとなるんですけれども、ここにいる皆さんでドリームパークを踊っていただこうと思います。それでは早速お願いをしたいと思います。参りましょう、ドリームパーク野球場へ行こう、セリーグバージョン。